はい、今日の朝ごはんも野菜ジュースとヨーグルト、ヤクルト、こちらでやっていきたいと思います。いやー、なんか急に梅雨っていうか、なんか雨っぽいあれに入ってきて、なんかね、今日も天気は冴えていませんが、とりあえずやっていきたいと思います。どうもだるいもんです。今日もブログ始めていきたいと思います。いやー、なんか今日は眠いです。まあこんな感じで今日もスタートしていきたいと思います。ではよろしくお願いします。そして今日の廃屋の会員価格は151円、151円で今のところ安定しております。今日の新聞屋は曇りです。なんか石原の方はね、少し日が差してましたが、こちらは曇りですね。どうもだるいもんです。今日も朝の散歩をしておりますが、会社の飲み物が何もなくなってしまったので、今日は自動販売機で何かを買っていきたいと思います。いや、朝の散歩すがすがしくて気持ちいい。今日ぐらいしかでも雨が降ってない日がないんじゃないのかな。なんかあとのこれから今日以降はなんか天気が悪いようなことを書いてあったんでね、まあとりあえず飲み物を買っていきたいと思います。あれ、今日も諏訪神社開いてない。これやっぱなんか日にちかなんかで開いてる時と開いてない時あるんでしょうね、これ。閉まってる、なんかあるんでしょうね。でもこの自動販売機ってこう魅力的なものがあんまないんですよね。唯一いつも飲んでるのが桃の天然水ぐらい。しょうがない、桃の天然水を買っていこう。今日は朝の飲み物は桃の天然水。ちょっとね、蒸し暑いんでこちらをごくごく飲んでいきたいと思います。外はあいにくの雨なのですが、ちょっとお昼を買いにローソンまで行きたいと思います。そして雨が降ったからなのか何なのか、ちょっとうっすらと寒いですね今日は。そして今日も無理やり動画を撮っていく頑張っております。そしてこの無理やりね、動画を撮るのもなんか楽しいっちゃ楽しい。どうやって動画にしようか悩んでおりますが、まあ楽しいので頑張って撮れる。今日なんかお昼何しようかな。なんかお弁当も本当コンビニってあれですよね。あ、アジサイが咲いてる。アジサイ写真に撮ろうかな。なんか前から見たらアジサイかと思ったけど、この前に飛び出てるの、これはアジサイなのかな、何なんだろう。なんか不思議な花。でもアジサイかな。でもなんか葉っぱが違うような気がする。なんか不思議な花です。そして奥さんは携帯でなんか花の名前を出そうとしてる。アジサイだ。アジサイって出てるけど、カシワバアジサイ。カシワバアジサイという、なんかアジサイらしいです。不思議なアジサイもあるものですね。いやでも本当アジサイの季節になったから公園にアジサイを見に行きたいですね。でもうちの辺そんなすごいアジサイが咲いてるとこないんですよね。どっか探せばあるのかな。ライズマに聞けばわかるかもしれないな。今度聞いてみよう。ローソンか。今日のお昼はローソンに行くんですけど、ローソン何があるかな。これは葉っぱ全然違うもんだって。なんか何しよう、悩むわ。そこの天ぷら屋も来てみたいんだけどね。今度11時からなんだよね、そこは。今度やってんじゃないのかね。だってここの天ぷら一回来てみたいんですよ。11時からなんですよね。中入れそうなんで、とりあえずローソン到着。ローソンで買い物が終わったのですが、なんか雲行きがどんどん怪しくなってきております。雨降ってきそうです。急いで帰りましょう。かといって急いで行き過ぎるとガタガタして手ぶれがすごいぞ。まあこういうちょっと濡れた時とかね、車椅子
あの服の袖が汚れるのがちょっと難点。まあ我慢していくしかないと言いながら自分では漕いでいませんが、うん、まあ、一人の時は我慢して漕ぎます。なんとなくポチポチ雨が降ってきたような気がする。まだ梅雨入りしてないですね、うん、九州かどっちかそっち側の方はしてたでしょ。関東もなってるね。うん、多分ずっと傘マークだけど。てかなんか急にさっきより寒くなってきたような気がするのは気のせいか。うん、私半袖だよ。なんだかんだ今日もなんとなく Vlog にはなりそうですね。まあ内容はこれなんでいいのかよくわかりませんが、とりあえず動画は撮れる。ああでもここはやっぱこれがでもアジサイの葉っぱだよね。うん、いる？うん、ちょっとバックしてバックして、うん、これはやっぱりアジサイの葉っぱで、さっきのはなんか葉っぱが違いましたからね。そしてこれは何、これはこれで咲いてるの、つぼみなの、どうなの、なんか咲いてるっぽくない、咲いてるっぽいけどなんかなんかちょっと違う。でもどうなんだろう、緑色の花なの、ちょっとなんかよくわかんないけど、うん、まあアジサイもう咲き始めてますね。やっぱアメリカのリの木アメリカのリの木なんか奥さん、奥さんが片言の日本語を喋っている。アメリカアジサイだってアメリカのアジサイなんですか、本当かよ最高。こう考えてもまだ咲いてないんですよね。でもなんか花咲いてるような気もしなくもない。こんな感じちょっと白い、あ、ちょっとあれかな、ちょっとあれなのかな。まあいいや、とりあえず行こう、雨降ってきちゃう、うん。仕事が終わり、これから帰宅です。なんかほんと嫌な天気ですね。なんかほんと気がめいってきます。さあ今日も無事地元まで到着しました。まあ今日もねこんな感じで多分 Vlog は終了したいと思います。もしよろしかったらチャンネル登録、いいね評価、バット評価、何でもいいのでよろしくお願いします。なんか毎日同じことの繰り返しのような気がするぞ。まあいっか、ということで終了です。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではでは。